俺の名前は前島優志、高校2年生。冴えない、モテない、情けない、ないない尽くしの陰キャラ男子だ。そんな学園カースト最底辺の俺だが、実は生徒会に所属している。役職は初期。初期の仕事は意外と多く、イベント前なんかは雑務や準備にも時間を割かれるし、想像以上に大変な仕事だけど、その分やりがいもあるから、生徒会に入ったことは後悔していない。ただ、悩んでいることもある。ちょっと。あ、はい。報告書は今やってるとこで。まだ終わってないの？遅すぎ。あなたって本当に無能なのね。ごめんなさい。謝罪はいいから、行動で示して。うぅ、相変わらず手厳しい。このクールで冷徹な美女こそ、我らが生徒会長の神宮愛理だ。成績優秀、容姿端麗、スポーツ万能、その類稀な才能と美しいルックスから、学園のマドンナとの呼び声も高い。しかし…ぜ、神宮さん、今度は俺と、で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 、無理。まだ最後まで行ってないのに。神宮さん、今度遊ぼう。遠慮します。この通り、会長は誰にでも塩対応なのだ。そのせいで周囲からは恐れられており、会長に自ら近づこうとする人はそういない。そんな他人に超絶無関心な会長だが、なぜか同級生の俺にだけはすごく厳しい。何度言ったらわかるの？各委員会の活動内容は細分化して書いてって言ったでしょ。ごめん、すぐに書き直す。締め切りギリギリなんだから急ぎなさい。それとそれが終わったら備品の整理と各部室の見回りに行くこと。いい？了解です。会長って前島にやけに厳しいよな。だよね。前島くん嫌われるようなことでもしたの？してないしてない。まずそんな時はないし。でもあれ、完全に前島を目の敵にしてるよな。まあそれは否めないかも。前島、ちょっと来なさい。あ、はい。こんな調子で会長の厳しい指導にも耐えながら、俺は毎日頑張っている。悩んではいるが、同時に会長のことを尊敬もしているからだ。そんなある日のこと、イベントの打ち合わせで休日にリモート会議をすることに。というわけでスケジュールをしてるから、各自なるべく早く仕事を進めてください。会長、私服姿も綺麗だな。前島。はい、なんでしょう。ぼーっとしてるけど話聞いてるの？聞いてます、聞いてます。どうだか、まあいいわ。それじゃあ今日のところはここまでにしましょう。お疲れ様。数分後。はぁ、リモート会議は良くないな。つい会長に見とれてしまう。お、退出するのを忘れてた。お、会長？お、もしかして画面消し忘れてるんじゃ。それって俺のこと？てかてか、ビデオ通話マジヤバい。常にユウシ君と見つめ合ったまんまだし、ドキドキしすぎてマジヤバだったわ。これは本当に会長なのか？休日にユウシ君の顔を拝めてマジ幸せ。本当は急ぎの用とかなかったんだけど、わざわざリモート会議を開いた甲斐があったわ。私はきっとこの日のために生徒会長になったのね。いや、初見乱よ。ユウシ君の私服姿もっと見たいな。ビデオ通話もいいけど、やっぱデートしたいかも。デートに行くなら王道の遊園地とか水族館もいいけど、カフェ巡りもいいよね。最近駅前にできた小岩カフェめっちゃおしゃれらしいし、ユウシ君と行けたらいいななんて思っちゃったり。でも、私から誘うとか恥ずかしくて無理だし。でも、ユウシ君が私なんか誘ってくれるわけないし。あ、そうだ！お、会長から。もしもし。今いいかしら。あ、普通の会長だ。大丈夫だけど。明日、山荘会で使う装飾の買い出しに行くんだけど、あなたも来なさい。俺でいいんですかね。他の人に頼んでもいいけど、あなたが一番暇かなって。あははは、ひどいな。確かに暇だけど。じゃあ決まりね。10時に駅前集合、時間厳守で。わかった。じゃ。休日に二人っきりで買い物。これってデートよね？やば、緊張してきた。
でも恥ずかしくてつい嫌な言い方しちゃったし、ユシ君怒ってるかもな。私ってば本当ダメね。もっと素直にならなきゃって分かってるのに、本人を前にしたらついきつい言い方になっちゃう。なんだ、そういうことだったのか。よし、明日こそは素直になろう。せっかくのデートなんだから頑張り入り。えいえい、くぅ、かわいい。その後、俺は会長に気づかれないようそっと退出しておいた。それにしても驚いたな。まさか会長が俺に好意を寄せてくれてたなんて。明日が楽しみだ。そして翌日。お待たせ。遅いわよ。ごめんって言ってもまだ9時59分だけど。5分前行動、常識でしょ。なるほど。さ、行くわよ。はい。1時間後。思ったより早く用が済んだわね。ですね。今日は付き合ってくれてありがとう。いえいえ。もしよかったらこの後。この後？なんでもない。さ、用も済んだし帰るわよ。スキピを直接お茶に誘うとかやっぱ無理。待って会長。何よ。会長と一緒に行きたいとこがあるんだけど、時間あるかな？少しくらいなら。よかった、じゃあ行きましょう。ねえ、一緒に行きたいところって。着きました、ここです。え、ここって小岩カフェ。俺も来てみたかったんですよね。何よ、俺もって、それじゃあまるで私も行きたがってるみたいじゃない。女性に人気って噂だったので。まあ、あんたがそこまで行きたいって言うなら仕方ないから付き合ってあげる。会長、笑みが溢れちゃってます。そして俺たちは入店し、コーヒーを頼んだ。店主さんは愛想がよく、噂通りおしゃれな店だった。お待たせしました。ありがとうございます。ゆっくりしていってくださいね。うん、おいしい。そうね、来てよかったです。ねえ。はい。どうしてここに来たの？だからさっきも言った通り。本当に？ごめんなさい、嘘ついてました。本当は会長を喜ばせようと思って来たんです。なんで私が喜ぶと思ったの？それは俺は昨日、会長がビデオ電話を切り忘れていたこと、そこで会長の普段とは違う姿を見てしまったことを白状した。いけないと思いながらもついつい見ちゃいました。ごめんなさい。やっぱり。やっぱり見てたんだ。やっぱりって。あの後カメラつけっぱなしにしてたことに気づいたの。その時には誰もいなかったけど、もしかしたら誰かに見られたかもって思って。でもなんでよりによってユウシ君が見るの？もう恥ずかしくて生きていけないよ。そんな大げさな。やっぱ無理、私もう帰る。待って。無理、二人無理だから。あら、もう帰るの？もしかしてコーヒーを口に合わなかった？違います。本当？それじゃあパフェも食べてくれるとお姉さん嬉しいな。パフェなんて注文してませんけど。サービスです。そんな申し訳ないですよ。いいの、私が好きでやってることだから。ほら、座って。はい。おいしいだね。ねえ、聞いてくれる？うん。文化祭前のこと覚えてる？ああ、めちゃくちゃ忙しかったよね。今から数ヶ月前、俺たち生徒会は文化祭の準備に追われていた。会長、やっぱり他のメンバーに残ってもらった方がいいんじゃ。仕事山積みですよ。このくらいどうってことないわ。なんならあなたも帰っていいわよ。一人の方が集中できるし。ああ、この量を一人で？無茶ですよ。私ができると言ったらできるの。これくらいの無理なら今まで何度もしてきた。分かったらさっさと帰りなさい。いえ、帰りません。あ、何？私を心配してるつもり？余計なお世話もいいところ、あなたに心配されるほど私はヤバじゃない。
会長を心配してるんじゃありません。文化祭の成功のためです。会長が倒れでもしたら、その後の指揮は誰が取るんですか？各部門への指示出しは引き継ぎしてる暇なんてありませんよね。それは会長にもしものことがあったらみんなが困るんです。あなたの言うことも一理あるわね。そういうわけなんで一緒に頑張りましょう。はあ、なんとか終わりましたね。ありがとう。正直結構しんどかったから。会長、もっと周りを頼ってみてもいいんじゃないかな。みんな会長のためなら力になってくれますよ。考えておくわ。私、それまでは自分が無理するのは当たり前だと思ってたから、あんな風に言われて驚いたし、嬉しかった。ごめん、こんな話、急に聞かされても迷惑だよね。そんなことはありません。俺も、会長のことが好きですから。そんな、またまた嘘ばっかり。本当です。会長は俺に勇気をくれたんです。話は遡ること、1年前。うわぁ、あいつぼっち飯じゃん。マジじゃん、さすが陰キャ。ぼっち飯とか、見てるこっちが気分悪くなるから、消えてくんないかな。私もぼっちですけど、何か？ジングーさんは、可愛いし、一人でも絵になるっていうか。そうそう、私たちは、陰キャが嫌いなのであって。へぇ。どうでもいいけど、他人を貶めて優越感に浸るのやめたら？あまりにも哀れで見てられない。もちろん、あなたたちがね。なあ！もう行こう？ありがとう。別に、あなたのためじゃない。かっこいい。この一件以来、俺は神宮愛理という人間を尊敬するようになった。俺も彼女みたいに、堂々とした人間になりたい。そう思った俺は少しずつ自分磨きを始めた。そして2年の後期には生徒会に立候補し、見事当選。生徒会に入った理由は自分磨きのためというのもあるが、何より憧れの会長と一緒に仕事をしたいと思ったからだ。そして憧れは次第に好意へと変わり、気づいたら好きになってました。だから俺と付き合ってください。本当に本当です。でも、私、あなたに厳しいこともたくさん言った。会長の指導はためになることばかりです。むしろ感謝してます。本当に、私でいいの？会長が、いえ、神宮さんがいいんです。私なんかでよければ、喜んで。ありがとう、神宮さん。よかったわね。こうして、俺たちは付き合うことになったのだが。前島。はい、何でしょう会長。会長は今の姿勢を崩すつもりはないそうで、学校では厳しい会長のままだ。しかし、ユシ君。会長。やっと二人きりになれた。誰か来たらまずいって。ギューってしてくれたら離れてあげる。うぐっぎゅう。離れないんだけどね。なんだよそれ、可愛すぎだし反則だろ。意識飛ぶわ。二人きりになった途端、これだ。この時の会長の可愛さは尋常ではなく、俺は今後ももだえ苦しむだろう。もちろんいい意味でね。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画